はい、皆さんこんにちは。フロアディストシンです、前回も第1弾でこの企画はやったんですけれども、僕がいつも毎日受け込みをいっぱいしています、その中で、まあ、もちろんビデオカメラで全部が撮れてるわけではなくて、まあ、ほとんどが撮れてない、まあ、98% ぐらい撮れてないんです実は、なのでいつもこう携帯で終わった後写真を撮って、るんですけれども、まあ、そういう写真がねいろいろあって、それはまあインスタグラムの方にこう紹介はしてるんですが、まあ、インスタでも全然間に合ってないんですね。間に合ってないですか、間に合わないんですよ、すべては紹介できないんです、なので、まあ、このね YouTube のこう動画の企画でそれをねアップできなかったものとか、まあ、アップできたものとかをこう詳しく僕が解説をしていくみたいな、コーナーをやってます。今日もこれ第2弾なんですけれども、そのコーナー、今日僕はこんな花いけたよ企画第2弾やっていきたいと思います。では早速いってみたいと思います。今日はちゃんと資料をまとめてきました。まず最初にこちら、これは動画で3部作にして出してるんですけれども、大阪にメッセデスベンツの新社屋がオープンしまして、そこに装飾に行ってきました。ルフラワーのホームインストラクターの吉田タスク、ジーパーストム、そして大阪ラワーズシンガー3人で、また大阪支部のね方のお手伝いを募ってみんなで装飾をしてきたんですが、その写真です。結構ね赤い花材でやってほしいという、メルセデス・ベンツ側の依頼がありまして、で大阪の市場に依頼をして、当日現場で初めてその方に出会ってそのまま装飾をしたというような感じになってます。なんかまあそういうね途中道中の車内の出来事とかホームセンターの出来事とか、まあ、そういうのがすごくこう会話が面白いんで、そういうのも編集して3部作にまとめてあります。ぜひそちらも合わせてください。これがその作品です、次にいろいろとね作品入り混じってるんで飛び飛びになっちゃうんですけど、これは中華街にお花を生けてきた作品の一つです。ローダンス土とユリとアンスリウムと脈絡で構成しています。結構ねこのローダンス土をトントン刺して、次にユリを刺してシャーピン薬刺して最後のアンスリウムというような順番で刺しています。それが、ね、一番多分構成がしやすいんじゃないかと思います。ローダンス筋が上に立つとそれだけでこう爽やかな、ね、色になります。前に紹介したベンツの装飾もローダンが上に立ってましたよね。まあ、ああいう風に枝を立てることによってすごくこう爽やかなイメージとか、またボリュームとか大きさが出せるので、これは、ね、効果的な、まあ、これからの時期とても生きやすいスタイルといったらいいと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、次にこれ次は可愛い作品ですね。これ花束です。ガーベラ2種とアンスリウムのミニアンスと、ちょっとね下の方に見え隠れしてグリーンの、トルコヒョウ、そしてドラスナを丸めて使っています。これはでも色の構成なんでどうこう配置していくかということになっていくんですけれども、そうだな、このね微妙な花のアップダウンがあるんですよ。それができないとベタ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 っとした花束になってしまって全然魅力がないんですね。なのでそこをちょっと気をつけていただけるととても良い作品にが出来上がると思います。はい、次の作品はちょっとゴージャスな感じでのイメージで作りました。赤いヘルコニアとコチョウランと赤バラとキョウランとドラセナとユリですねで作っています。この場合一番太い花材はヘルコニアなんですね。なのでこのヘルコニアを先に刺さないとフォームがグズグズになってしまいます。なのでヘルコニアを先にドン刺して、その後あれのですねコチョウラン、コチョウランを後から刺すとこれ結構大変なんで先にこう止めとくんです。下の部分に添え木をしてコチョウランをしっかり、固定できるような感じにして刺して、
それから、ゆり、赤バラゆりの循環ですね。で最後に秘境ランで遊ばせてます、はい。まあ、このようにね、太い花材から刺していかないとフォームを傷めます。なので最後にこのフォームを割いてアレンジが崩れるというようなことになりかねませんので、そこは注意してください。次の作品は僕がちょっとデモというかね、みんながやってる最中にまあデモというか遊んで作っちゃった作品です。ニュースサイダー、姫水木の枝にニュースサイダーを遊びで絡ましていって、それでそこに芍薬とカラーをとバラを入れて仕上げました。この作品はね、なかなかこの一輪と芍薬をどう生かすかみたいなスタイルで作ってます。このね、一輪の花を生かすにはそれなりの土台が必要なんですね。その土台作りっていうのをしっかりと見せていただきたくて、1個見本作品として作ってみました。まあね、これはちょっと、ね、複雑な構成なんで、知りたい方はエルフラワーの本部講習会へぜひ一度いらしてください。次の作品はこれまた大きい作品ローダンスジと芍薬とユリとアジサイで構成しています。これね、横浜にあるみなとみらいホールというホールで、コンサートステージを受けてきました。このサイズになるともう現場行けです。というか全てこれ全部現場で行けます ね、今回のものは全部現場で行けます。この花束も現場で作っています。でちょっと大きさを していただくために次のこのね、庭元と一緒に写ってる写真も入れてみました。なかなか爽やかですごくね、好評な作品でしたね。これもやっぱ銅弾を上に立てて大きさを出して、そしてこう風が通るようなイメージにして、下にお花を入れてゴージャスも出しています。はい、次の作品はスモークツリーというリトリモニウムの作品です。まあ、スモークツリーがね、今どんどん良くなっています、まあ、僕大好きな飾りなので、すごくこう嬉しい時期がやってきたと思ってます。このね、茶色いリモニウムと赤スモークはすごく相性がいいです。そこにこうユリはまだ咲いてないんですけど、ユリを入れることによって豪華さが出て、こう装飾的要素もこうよく素晴らしい作品だ。次、これはアレンジメントですが、ユリとギガンジウム、アンスリウムとカーネーションで構成しています。あとモンステラもありますね。これなんかもやっぱりギガンジウムがやっぱ太いんですよ、木が。なのでユリ刺した、モンステラ刺して、ユリを刺してギガンジウムのアウトラインを作って、その後カーネーションで最後のアンスリウムを入れて作っています。アンスリウムの位置とギガンジウムの位置関係で、アウトラインに来るところが、エンドラインが例えばギガンとアンスリウムの同じ長さになってしまったりすると、ちょっとやぼったい作品になりますので、ここの長さは必ずどっちが先に、どっちかが先端に来るように構成してください。そうですね、あとはユリが咲いたことも想定して刺していくというのが大前提になります。次の作品は、これ最後の、今日紹介する最後の作品になりますけれども、昇竜と銅弾筋とオリエンタルリリーとリモニウムの作品です。これはね、ガラスの器に生けてるんですけれども、こう昇竜をスパッと上に立てるのが結構難しいんですよ。意外とこう、簡単に僕やってそうに見えてるんですけれども、これがね、意外とくるくると回ったりとか、倒れてくると重さがかかって器が倒れたりとかします。なので中に、必ずガラスの中に十字を枝で作って、器全体にね、こう重いものが浮かないように、センターで重いものの重心があるような状態を作ってあげて、そこに花を刺していく。で、この4つできた、まあ、2つだもんですよね、2つできたブロックごとの構成で足を止めていくというのが、まあ、このナビエネルフェストになるんですけれども、まあ、この辺りはね、ちょっとだけ難しいテクニックになりますので、詳しく知りたいと思います。
はプラバラの講習会でぜひいらしてください。はい、今日ちょっと早足できましたけれども、今日僕はこんな感じで企画長井さんよかったお送りしたいと思います。今日は一作二作10作の紹介となりました。まあ、来週はいろいろありますけれども、またね、楽しみにしてください。ではまた次回お会いしましょう。See you next time.